こんにちは、瀬名さん、そして速稼塾の皆さん、またこの動画をご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。今回ですね、瀬名さんからいただいたメールのやっとですけども返信動画になります。今回ですね、2つの課題をメッセージを瀬名さんからいただきました。オーストラリアにお住まいの瀬名さんは2017年から速稼塾の方にね、私の方と縁を持っていただきまして、それからメールのやり取りとかね、動画のやり取りをさせていただいて、今回どんなメッセージかなと思って興味を持ってみたんですけども、まあ一つはね、速稼塾の中で YouTube っていうのがものすごく流行っていると言いますかね、私がすごく啓蒙している進めてるんでやる人が増えてきたよっていうところで、瀬名さんも私も YouTube 始めましたってことで YouTube に入ってきてくださったということで、自己紹介のね動画がてらに瀬名さんの作ってくださった動画をこの塾生さんはじめ皆さんに紹介したいなっていうのが一つですね。でもう一つがですね、オーストラリアの火災のことですよね。でこの火災のこと、瀬名さんから私メッセージいただいて、すぐに自分なりにね動画を作って、それから速稼塾の中で YouTube をされてる方にもですね、同じように、できる方はやってくださいとかね、ちょっとこうまあおすすめと言いますかね、お願いしたんですよね。そうすると何人もの方がすぐに動画を作ってくださって、そして動画を作らなかった方でも Facebook とか SNS でねシェアしていただいたりとか、動画のリンクをあちこち貼っていただいたりとかして、このオーストラリアの火災っていうのが未だにものすごく被害を広げてきて、これもう国家的な損害とかね、人類的な損害とかっていうのを超えて、このガイアってものね、地球ってものにダメージを与えてるんだよっていうこと、そしてそれがもしかしたら私たち人間のせいかもしれないと、そういうところまでね、動画の方いろんな方が作ってくださって、まあ、すでに動画を出してくださった方もいたんですけども、改めて今回ね、私の号令を受けていろんな形で、この事実を多くの人に知らせていこう、もしくは自分で募金をしていこう、もしくは呼びかけるために動画を作っていこうとかね、そういう動きがあって、非常に私もね、感動したというかね、嬉しかったなと思います。まあ、これをもってね、瀬名さんが私にお知らせくださったオーストラリアの危機的な状況とかで、日本とのご縁とかってね、こういうものを私のことをね信用してくれて、速稼塾ってものに期待をしてくれて送ってくださったメッセージが、一旦はこれで、まあ、格好がついたと思いますかね、変な言い方になりますけども、答えていただけて本当に私も嬉しいなと思います。まあ、きっとねこういうことを拡散するために私は速稼塾をずっとやってきたんではないかなと思うぐらいなんですよ。で私今回ね上げた動画には自分の得にはなりませんよっていうことを前提で申し上げました。そしてこれはでも誰かの役に立つかもしれない、誰かを助けることになるかもしれないっていうふうな前提で動画を撮ったんですけども、なんとですね、そういう前提を聞いても私の動画を最後までご覧いただいて、しかもいろんなアクションを起こしてくださった、本当に皆さんね、ありがたいなと思います。瀬名さんどうですか、速稼塾、本当に瀬名さんのおかげで、皆さんで、ね、動いてくださいました。本当に嬉しいなと思います。私これからもねたびたびこういったオーストラリアの火災のこととかね、自然災害のこととか健康のこととか、まあ皆さんと一緒にやっていきましょうってことをこれからもメッセージとして上げていこうかと思うんですよ。でちょっとね瀬名さんからのメールの一部をね読まさせていただきます。瀬名さんはハンズというね活動名でチャンネルを YouTube チャンネル、ハンズトラベルワールドというねチャンネル名を作ってくださって、YouTube 活動をしてくださったりと思いますんで、すいません変な言い方になっちゃいましたね。ぜひね、チャンネル登録をやってみてください。瀬名さんから送られてきたオーストラリアのメッセージ、それから国際的な感覚をお持ちの瀬名さんの思考とかね発信っていうのはきっとですね、この国日本に住む私たちのものすごく大きなヒントになると思います。はい、まあミスターマイアミさんっていう方もいらっしゃいましたけどもね、今でもいらっしゃいますよ当然ですけど、ミスターマイアミさんの感覚もやっぱり日本だけではなくて海外に住んでいていろんな角度から日本を見ている方っていうので非常にねためになることが多いと思うんですよ。やっぱり私たちは学び合えますから、学び合えるチャンスをいただけてますから、活用していきたいなと思います。で、ここに書いてあるんですけども、73万ヘクタールという土地が焼けてしまったと。これは九州と四国を丸々失ったぐらいの面積に相当するということを書いてますね。高速道路も至る所で寸断されていて、物流もスムーズに、輸送できずにいるということなんですよね。で、FX をされている方だったら、OG ドルっていうものがね、どういう変化をしているのかで、現場のオーストラリアの、ね、状況を察することもあると思います。で東日本大震災が起こった際、その後の数年でも日本が大好きなオーストラリアの方々が日本に向けて教会で祈りを捧げてくれたり募金支援を行ってくださいました。そうなんですよ、今ね恩返しをする番なんですよ。私たちはねやっぱりね
自分たちの危機とか自分たちのピンチにはものすごく敏感なんですよ。例えばこの前もイランとアメリカが揉めた時に原油価格が上がるんじゃないかとかね、ホルムズ海峡を閉鎖されて日本にエネルギーが届かなくなるんじゃないかみたいなことで心配して興味持って見るわけですけども、でもね、反面オーストラリアの火災ってそんなに直接私たちの暮らしにダメージはないっていうことで通り過ぎてしまったんではないかなと思うんですよ。でも私たちは今こそ恩返しする番なんではないかなと思うんですよね。はい、それで広大なインド洋で獲れた美味しい魚を豊洲に、日本で食されている美味しいうどん、麺などの小麦は8割がオーストラリアで生産されていたものというふうなね、こういうふうな見解もいただいております。本当にね、私たちは世界中に支えられて日本という、ね、文明国家ができてるわけなんですよ。日本単体でやったわけではないんですよ。これは多くの国の支援と多くの国のね、もしかしたら許しをいただいてね、日本というのはかつて大東亜共栄圏というものが、ね、ありましたんで、そこでいろんな誤解を受けてるかもしれませんし、もしかしたら私もね、はっきりとは言いませんけども迷惑をかけたこともあったかもしれません。でもそういう歴史の事実をね、許してくださって日本にそれでも支援をしたいという、で中には親日という国もあるわけなんですよね。非常にありがたい環境の中で、世界の環境の中で私たちは成り立たせていただいてるんで、こういう時にね、やっぱり少しでも恩返しをしたいと思うんですよ。でぜひとも今オーストラリアが陥っているこの状況を知っていただき、皆さんの愛をオーストラリアに向けて送っていただけませんかと。もし経済的余裕がある方であれば募金が厳しい方はオーストラリアの火が鎮火するイメージ、意識を送ってください。ここがすごく大事なんですよ。私たちは何を思うかによってそのまんまそれが未来を作っていきます。何を思うかによってですよ、うん、これね、スピリチュアル的な考えかっていうふうにね、もしかしたら軽視される方もいるかもしれませんけども、結局ね、私たちが思うことが現実化するんですよ。昔から言いますよね、人は現実化できないことは想像しないんだっていうふうにね、まさにその通りなんですよ。ですからとんでもないひどい未来が来るだろうって想像したらそれが当たるんですよ。これ非常にね、恐ろしいことだと思いませんか。思考は現実化するって ある方は言いましたけども、本当にそういうところは多いと思います。そればかりじゃないんですけどもね、実際のアクションとか努力とか資金とかっていうのは必要な面もありますけども、それにしても最初にそうしようっていう思いがなければそっちに向かわないわけですからね。はい、そこでね、他にも前回読んだ部分もありましたけども、最後にね、こういうふうにまとめられております。私も微力ながらオーストラリア日本の力になれるように行動していきます。オーストラリアから久保さん、速稼塾の日本の皆様へ愛を込めて、グリプン、セナ、ね、旧姓って書いてますね、後藤瀬奈さんね、ありがとうございます。こんな形でねメッセージいただいたんですけども、これを受けて皆さんね、本当に YouTube の方で協力してくださいましてありがとうございました。私も本当に感動しました。24時間今昨日の私の放送から経ちますけども、これほど多くの方がねアクションを起こしてくださると、やっぱり1人の100歩入り100人の1歩っていうことが、もしかしたら受け取っていただけたのかなと思って非常に嬉しいです。でこれからもね、こういうこと、オーストラリアの火災は今日収まったわけではありませんし、明日収まるものでもありません。そして火災が収まったとしても、そこから復旧作業っていうのがあるんですよ。これまたね、ものすごく長い道のりになると思います。で、私たちは世界中が平和になる時まで私たち自身の平和もないわけなんですよね。世界中で、やっぱりね、隣の人と手をつなぐってことができなければ、私たちは平和の、その世界に広げよう、人類の友達の輪じゃないですけども、ね、どっかでこの手と手がね離れてしまえばそれが縁にならないわけなんですよ。で日本っていうのは令和っていう時代を迎えました。令和の和っていうのはやっぱりね、和平の和であり、和むと書きますよね。本当にこの世界が一つになって、私たちは地球という小さなね、宇宙に浮かんでるちっちゃいちっちゃい、限られた面積、限られた資源、限られた人たち、こういったものの中にある意味ね、閉じ込められた存在なんですよ。だからこの閉じ込められたところから出ていこうかと思ったら、もっともっと大きな自由を手に入れようと思ったら、私たちは宗教が違うとかね、思想が違うとか、それから人種が違うとか、国家が違うみたいなことで仲違いしてる場合ではないと思うんですよ。地球のどっかの不幸っていうのは結局巡って私たちの不幸につながりますし、地球上の誰かが幸せになることっていうのは、それが巡り巡って私たちの幸せにもね、つながっていくと思うんですよね。で逆にですよ、自分が幸せであれば周りの人を幸せにする力も出てくるし、自分が不幸でものすごく苦しかったら、それはね、やっぱり周りの人も足を引っ張っちゃうかもしれませんから、私たち自身もね、もっともっと楽しく嬉しく平和に豊かにね、なっていこうというふうな、ね、そういうふうな前向きな思いを込めて、これからもね、生きていけるんじゃないかなと思いますね。はい、長くなりましたけども、以上でございます。瀬名さん、いかがだったですかね。これからもメッセージの方いただければ幸いでございます。それでは失礼します。